ようこ。それでは劇をお楽しみください。ある村に年老いたロバがいた。ロバの主人は仕事ができなくなったロバに餌を与えなくなり、ロバは音楽隊に雇ってもらえるのではと考え、町へ行くことにした。その途中、道端で年老いた犬と出会ったのだ。やあ、どうしたんだい。ずいぶんと疲れてしまってるようだ。俺もずいぶん年を取ってしまってね、獲物を取ることもできなくて主人に追い出されたのさ。それなら一緒に町へ行って音楽隊に入らないか。犬はロバと共に町を目指すことにする。そして年を取ってネズミを取れなくなった猫のばあさんと、翌朝には夕食のために殺されてしまうオンドリと出会い、一緒に町へと行くことになったそうだ。最近はストーブさんの横でゴロゴロするばかりで、こんなに歩いたのは久しぶりだ。見なよ、あそこに窓の光が見える。一晩の宿を頼んでみよう。ああ、そうだな、そうしようじゃないか。いや、待て待て、ちょっと様子を見た方がいいぞ。何か妙な匂いがする。4匹が家の中をこっそり覗くと、そこでは泥棒たちが豪華なごちそうを楽しんでいるところだった。へっへっへっ、今日も大量ってもんだ。泥棒どものくせに、なんて羨ましい。どうにかあのごちそうにありつきたいものだ。もうペコペコだよ。あいつらを追い出す方法があればいいんだが。そうだな、こんなのはどうだろうか。ロバの名案に皆は喜び、早速やってみることにした。ロバの背中に犬が飛び乗り、犬の背中には猫が、猫の上にはさらにオンドリが乗るのだ。
それでは、みんな、行くぞ。ワン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 。にゃおーん。抜けごっこー。バケモンだ！泥棒は驚いて逃げ出して二度と戻ってくることはなかった。おいしいごちそうにありつくことができた4匹はこの家を気に入って音楽隊にならずにここで楽しく暮らしたということだ。